今日の卵は2個。ソリダスちゃんはお休み。例のマンハッタンの事件をきっかけに世論の反発が強まり、我が国では他国への表立った軍事介入が困難となった。それ以来 PMC を中心とした軍隊の民営化が進んでいる。 PMC、 民間軍事請負い企業か。そうだ。 PMC は国家や思想に立脚しない営利目的の民間企業だ。戦地への傭兵派遣のほか、兵器の調達、現地民兵の訓練、彼らは戦争そのものを請負い、それを利益に変えている。クライアントは米国をはじめとする先進諸国、政権軍を持たない小国政府、武力による政権交代を目論む反政府軍、テロリストに至るまで、米州、アジア、オセアニア、アフリカ、欧州、中東、PMC の台頭による代理的な戦争は今や世界中に広がっているんだ。できた。サニー、後で食べるよ。傭兵ならいつの時代にでも存在してるだろう。 PMC にしても前世紀から棚上げになってる課題だ。いや、スネーク、彼らは私たちの知る傭兵とは大きく異なっている。できたよ。悪い、今手が離せないんだ。米国防省が推奨する戦場管理システムの登場が、旧来の傭兵と PMC との間に決定的な違いを生んだんだ。システムの開発はアームズテックセキュリティで、アームズテック、あの AT 社のことか。AT 社は近年兵器開発からセキュリティツール開発に軸足を移し、 AT セキュリティを設立、成功を収めた。兵士一人一人の個人情報や部隊のミクロな情報は優に及ばず、戦況に応じたマクロな情報統合さえも可能になったのだ。つまりリアルタイムな戦場の制御が実現した。うん。その結果 PMC はシステムとともに全世界で爆発的に普及した。事実、システムに制御された PMC の投入により、戦場での虐殺や人権侵害は大幅に軽減された。戦場浄化というプロパガンダ。それだけではない。各国政府や軍隊、反乱組織に至るまでが、コスト高で融通の効かない自国の正規軍より、安全で使いやすい PMC を頼るようになるまでには、それほど時間はかからなかった。同時に正規軍の縮小傾向が世界中に見られた。信じがたいことだが、 PMC と正規軍との間では規模の逆転現象が起こりつつある。今や PMC は正規軍になり代わり、紛争地帯で活動する軍事力の 60% 以上を占めている。 60%？ 世界の軍備は PMC に大きく依存しているのは現実なのだ。そもそも PMC を認めたのも
国連決議じゃないのか。だが米政府はその国連決議案を棄権している。米国はその意思を明確にすることなく強引に PMC 採用を推し進めたわけだ。決起の情報を手にするまではな。アメリカは世界に武力を輸出しすぎた。ツケが回ってきたんだ。その通りだ。今やアメリカは戦争を経済活動の一つにしてしまった。経済アナリストの間では右肩下がりの石油経済を補填する意味で戦争経済などとも呼ばれている。だが私としては座視しているわけにもいかん。 PMC にとって市場の拡大とはすなわち戦火の拡大であり、それは戦災難民の増加をも意味するからだ。戦争孤児と少年兵の問題。PMC 兵が専門化する一方で若年齢化も進んでいる。正規軍からスピンオフした傭兵に無人兵器、少年兵、新冷戦における代理戦争、各地で無数に点在しなおも増加する PMC のうち、世界で大手と呼ばれる PMC は現在5社ある。アメリカに2社、フランス、イギリス、そしてロシアにそれぞれ1社。そして我々の調査によれば、これら最大手の PMC5 社がダミー会社を通じ、たった1社のマザーカンパニーによって運営されていることが分かった。その大手5社を束ねるマザーカンパニーの名はアウターヘブン。アウターヘブン、まさか。そうだ、リキッドだよ。リキッド、やつはその強大な軍隊を率いて決起の準備を進めているのだ。やつは死んだはずだ。その意志はかつてオスロットと呼ばれた男の体の中で生き残っている。リケットは戦火をさらに拡大し、かつてビッグボスが唱えていた理想郷を実現させるつもりなのだ。戦士が唯一生の充足を得られる世界。そうなる前に何としても奴を阻止せねばならん。いいかスネーク、手段は問わない。リキッドの決起を阻止しろ。そのためには威圧を。大佐、俺にこう言いたいんだな。奴を、リキッドを殺せと。すまない、これは正義ではない。あくまで非正義の殺しの依頼だ。世界的な大企業の一経営者に対する暗殺。どうして俺に。 PMC の軍事力、そしてそれが生み出す経済効果。戦争は20世紀でいう石油に次ぐ世界経済を支える柱となろうとしている。冷戦時代、米国のシンクタンクが警鐘を鳴らしていたレポート、戦争の機能論とは比較にならないほど深刻な事態だ。アイアンマウンテンのデルファイ砲のことか。しかしあれは机上の空論でしかない。現実ははるかに重い。各国は事態を危惧しながらも戦争経済の破綻を恐れ手が出せないでいる。国連でさえもな。虫のいい話だ。スネーク、今回の任務はかつてのような米軍からの命令でもなければ国連として正式に依頼できるものでもない。だが決起を目論んでいるリキッドから目を背けることもできん。放っておけば奴は大いなる脅威となるだろう。スネーク、私は君以外に頼れる人物を知らない。わかった、話を聞こうか。
そもそも決起の情報は我々国連の調査結果を受けて動き出した米特殊部隊の調査によりもたらされた。彼らはリキッドの動向調査を続行し、今から約18時間前に中東で奴の姿を捉えた。中東、少数派民族による反政府軍と現政府軍との間で内戦状態にある地域だ。政権側の軍隊はリキッド傘下にある PMC の一つがその中核を成している。反政府軍は現地民兵が少数のオペレーターに訓練や現場指揮を依頼している。もちろん現地傭兵派遣会社の兵士も加わっているようだ。雇われ者同士の代理戦争だね。 PMC 対 PMC、 泥沼の戦局。典型的な戦争経済の犠牲となっている。スネーク、君は反政府軍に雇われたオペレーターの一人として輸送トラックに紛れ込み現地に潜入してくれ。そしてまずは情報提供者であるラットパトロールチーム01と接触してほしい。ラットパトロールか、動きは早そうだ。陸軍の PMC 監査機関 CID に所属する特殊部隊だ。 CID、 まさに軍のネズミだな。いや、信用するに足る連中だよ。知り合いか？多少な。多少？現地への移動手段だけは国連の物資援助にかこつけて米軍の支援を取り付けられる。だがそれ以外のどこからもいかなる保護も保証も受けることはできない。そして現地にも君の関与、ひいては国連関与の証拠も残してはならない。このことが外に漏れれば大きな火種になる。火種ね。スネーク、頼めるか？リキッドの抹殺を。ただし俺は PMC とは違う。金はいらない。ありがとう。その代わり火種を貸してくれないか？分かった、火種は俺が探そう。